の研究所のコーナーです。今回はソニー CSL で活躍する研究者遠藤健さんです。遠藤さんの研究にはですね、技術的な側面と社会的な側面があると思います。まずはこちらの映像からご覧ください。遠藤健と言います。現在ソニーコンピュータサイエンス研究所の研究員としてバイオメカニクスの研究をしています。僕のやってる研究は人間の身体能力の拡張、つまり障害者が失われた機能を取り戻すためのデバイスであったりとか、あるいは健常者がさらに上回るような能力を得るためのデバイスの研究をしています。大学生の時からずっとヒューマノイドロボットの研究をしまして、メカニカルデザインであったりとか、あとはプログラミング、あとは電子回路を一通りこう勉強するような環境にいまして、でヒューマノイドロボットっていうのは人間型のロボットなので、それが歩いて嬉しいっていうような感情の中でずっと研究をしてたんですけれども、一点僕の友達が足を失うという病気で足を失ったんですけども、その話からやっぱりもうちょっと役立つようなところで自分の研究環境を置きたいと思って留学を始めました。で留学の時にその留学先の先生が足がない先生だったので、そこで義足の研究を始めまして、今に至ってます。一つ目に今やってる研究がですね、このロボット義足で、これは足首の部分になります。で普通の義足はどういうものかと言いますと、これが一般的に使われているタイプの義足に近いものなんですけれども、基本的にはこのカーボンファイバーと呼ばれているコンポジット、複合材料がバネのようにしなって歩行を再現するっていうものが主流なんですけれども、これだと人間の足首を模倣することができないんですよね。軽いんですけれども、そんなに機能的ではない。で、僕がやろうとしているのはこれにモーターをつけて、ロボット技術のモーターをつけて、人間の足首を模倣することによって歩行が楽になる。で、長期的に見てみて、こう、パッシブなものを使っているものよりも、背中とか腰に負担が少ないので、そういった痛みを軽減することができるんじゃないかという期待を持ってこういう研究をしています。人間の歩行は皆さん無意識に歩いていると思うんですけれども、足首が地面を蹴るときにはものすごい大きな力が必要になるんですね。それをモーターだけで再現しようとすると本当に大きなモーターになってしまって、重たくて義足をつけるにもつけられないようなものになってしまう。なので僕はそのモーターの力を助けるためにこういったバネを使って、人間の足首の力を出す能力を保ちつつ、でなおかつモーターのサイズを小さくできるような設計をしました。でこれまだプロトタイプで、まだ人間に履いてもらって歩くってことはまだしてないんですけれども、今年の夏終わってからちゃんと被験者に履いてもらってテストをしようとしている段階です。で僕留学中にもロボット義足の研究をしてまして、その時は5年商用化するまでかかったんですね。なので僕これ始めて1年経ったので、あと4年経つ前までにこれをなんとか市場に出したいなという気持ちで研究をしてます。僕のラボメイトがインドに1年間インターンする機会がありまして、で彼が行った先がインドのジャイプールフットっていう NPO なんですね。でそこではもう安価な義足がタダで配られているというところなんですけども、そこで使われている義足というのは技術的にもものすごいひどいものが配られている。でその技術的にひどいところを直せばもっと彼らの生活が改善できるんじゃないかっていうふうに受けたのが本当に2008年ぐらいだったんですね。でよくよく調べてみると、人間の障害者と呼ばれている人たちの半分以上が先進国じゃなくて途上国に住んでまして、で僕はこういった高価なロボットの義足を作ってるんですけども、将来的にこれが使える人っていうのは本当に限られてるなっていうふうに感じたんですね。一方でその足がない人たちの半分以上途上国に住んでる。で彼らを救うことによってもっと大きなインパクトが世の中に残せるんじゃないかなと思って始めたのが途上国向けの義足です。初めにインドに行った時にどういった義足が必要かっていうふうに話していると、もっと技術的なものよりも社会的なものの方がすごい意味合いが強いっていうふうに感じました。例えば義足っていうのはこういうカーボンファイバーの形の形状をしたようなものが主流なんですけども、これをそのままつけて歩く人ってそんなに日本でもいないんですよね。でなんでかっていうと、やっぱ障害っていうものを隠したいっていう気持ちがあると思うんですけども、その気持ちがインドの方がすごい大きいんですね。で例えばこれっていうのは、見た目が足っぽく見えると思うんですけども、この義足に棒がついている先にこういったものがついているっていうものを日本の人たちよりも履きたくないっていう気持ちがすごい強かったんですね。なのでこういった一見人間の足のに見えるようなものを作って、障害っていうものをなるべく隠したいっていうことを再現したのがこういった義足です。でこういった見た目もそうなんですけども、技術的にももちろん必要なところもあって、例えばこう
足が地面から離れている時は自由に動いて、地面についた瞬間に膝がロックされるという簡単なメカニズムです。あと一番難しいところがコストで、これ1本でだいたい20ドルから30ドルぐらいしかかけられないんですね。で、人間の歩行を再現するためにそれぐらいのお金を使って作るって結構難しいんですけれども、途上国じゃなくて先進国で使われている義足っていうのはもう代替義足、代替義足っていうのはこの膝上からない人のことを言うんですけれども、その代替義足が80万円とか100万円ぐらいの単位で日本とかアメリカでは作られています。そういったものを途上国に持っていくというと、やっぱりそういったものが金銭的には購入できないので、現地のものを使って現地の人が作れるようなものを現地の人たちの手で作るというところを僕の研究のアウトプットとして、こういったものを一緒に作ってます。今話した2つのプロジェクトは、足がない人、いわゆる障害者と言われている人がいかに元通りの生活を取り戻すかっていうところが主流、目的だったんですけれども、今別のプロジェクトでやっているのは、足がない人が健常者をいかにして上回るかという研究です。で、パラリンピックとかでもやっぱりみんな注目されている通り、足がない人が板バネと呼ばれているこういった形状の義足なんですけれども、こういったバネをつけて速く走るというところを見たことがある人が多いと思うんですけれども、これっていうのはまだまだ研究がされ尽くされていない領域で、こういったバネ要素を人間の足の先につけていかに速く走るかっていうふうに考えたときに、 F1 みたいに人間の能力プラス科学技術の力が介入できるスポーツっていうふうに考えると、もっともっと人間って速く走れるようになるんですね。なので僕はこの板バネのこういう板バネの特性、いろいろな形状をちょっと確かめてるんですけども、こういった板バネの特性を調べながら、人間の足先にどんな板バネをつけて人間がどのような走り方をしたら速く走れるかっていうのを今現段階ではシミュレーションベースでやってまして、まあ、1年しないうちにハードウェアを作って障害者のアスリートにつけてもらって走るテストをしたいというふうに思ってます。最終的には障害っていう言葉がなくなるっていう目的に対してはみんな同じ方向に向かってると思うんですよね。障害を補う適切な技術があって、でなおかつその健常者を上回るような技術があったら、彼らは多分障害者っていうふうに分類されないんです。でそういう研究が進むことによって、今健常者と呼ばれている人たちも現在の身体能力を上回るような技術っていうのがあり得るんじゃないかっていうふうにも思ってます。そうなってくると、今ある障害者と健常者境目っていうのがどん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 なくなっていったらいいなっていうふうに思ってまして、これが僕の最終目標で、これに向けて今実は自分の研究を進めています。いかがでしたか、遠藤さんの研究。より自然に、そして、高性能に動く電動義足を開発して、さらに、健常者以上の能力を得ることもできるという方向を作られています。そしてもう一方は、途上国など必要としている人にできる限り手に入りやすい義足を作るという方向性があります。この両方の面はそれぞれに追求すべき重要なテーマなんですけれども、同時に高性能な義足の価格を下げたり、安価な義足にも高性能な義足の技術を一部取り入れたりするということが起きてくるんだと思います。ものすごく大事なことですよね。それは研究者にとって優れたこの料理人になってくれることと思います。遠藤さんは最終的に障害者という言葉をなくしたいとおっしゃっていらっしゃいましたが、実現すればまさにイノベーションが世界を変えたと実証され、新しい世界が広い、そんな研究だと私は思います。